荒賀龍太郎、4回目の優勝をかけます。蹴り技の大技で得点を積み重ねて勝ち上がってきました。初めての決勝進出の篠原、非常に固い守り、接戦でここまで勝ち上がってきました。非常に香川さん、はい、対照的なここまでの試合ぶりかと思うんですが。そうですね、荒賀選手はね、やっぱり余裕がありますね。余裕が、はい、はい、で篠原選手はね、今日は攻撃仕掛けるところは仕掛けてますからね、そのバランスはいいですね。初めてのタイトルか、それとも4回目の優勝なるか。荒賀はいわゆる前蹴りといいましょうか、中段の蹴り、それから回し蹴りでの上段の蹴り、この大会では多く見せています。組手男子の決勝が始まります。試合時間は3分、赤が連覇のかかる荒賀龍太郎、青が初優勝のかかる篠原博人。まずは静かな立ち上がりです。こう左足を前に出しながら、これで相手の腹を蹴ってくる中段の蹴りが一つ持ち味の荒賀。相手としてはこの懐の深さ、手足の長さをどうかいくぐっていくか、篠原にとっては鍵ですね。そうですね、やはり、出るところを狙いたいんでしょう。そしてやはり、中に入ったところで技を出す、その辺のところだと思うんですね。篠原選手は相手が仕掛けてくるところ、いわゆるカウンターを狙っていく。そうですね、まもなく1分経ちますが、まだ両者ポイントはありません。お互いに牽制し合ってません。上段の突き、中段返しています。篠原にポイントです。カウンターですね。龍太郎、荒賀龍太郎が上段を狙ってくるところの中に入りました。この狙いでしょうか。そうですね、今の狙いですね。ドンピシャリー余りました。男子の試合は3分間、1分が経過。攻めていく前にじりじりと出ていく荒賀龍太郎。篠原はあまり下がってばかりでは注意警告がきます。1点リードは青の篠原。今度は左右の突きから攻撃を組み立てる荒賀。中に入る、まあ、篠原選手入りすぎてはダメです。守りがうまいですからね。非常に守りの堅い、そうですね、篠原。男子組手の決勝、初優勝を狙う青の篠原、1対0とリード。このカウンターはポイントありません。中段の蹴りを狙う。今日は準決勝まではこう相手の腹をめがけても中段の蹴りがよく決まっています、荒賀龍太郎。しかし守りの堅い篠原、距離を詰める。しかし有効なポイントではありません。相手をしっかり捕まえてしまいますとこのように注意がきます。1対0、青の篠原リード。試合時間まもなく残り1分になろうとしています。まだ荒賀龍太郎ポイントはありません。足を蹴って上段の突き、しかしこれもポイントなし。どこかで回し蹴りがあるか。荒賀1分を切りました。篠原は底をついて中に入っていきたい。中段の蹴りから上段の突き、ポイントはありません。うまい具合にね、篠原選手は間合いを切ってますからね。間合いを切るというのは、はい、やはり荒賀選手が来たところを外してますね。そこで荒賀選手攻めきれないところが出てますね。どちらかと言いますと少し距離を取りながら攻めたい荒賀。男子の組手決勝は残り1分を切りました。まあ、その辺読んでますからね。初優勝を狙う篠原、青が1ポイントリード。連覇のかかる荒賀龍太郎、まだポイントなし。どちらから仕掛けるか。お互いの距離があります。ついていく、荒賀龍太郎にポイント。1対1、ここからですね。残り32秒追いつきました。決勝1対13分間で同点の場合は5人の審判による旗の判定です。長男の突き決まった。荒賀逆転、2対1。
このいわゆるスイッチが入っていましょうか。勝負どころの荒賀というのは連続してポイントがいきます。突き、ね、どころでついてますね。これは旗は上がらない。残り17秒、ポイントありません。2対1連覇のかかる4回目の優勝のかかる荒賀龍太郎、1ポイントリード。篠原追いつけるか。残り10秒、詰めていきたい篠原。蹴り、カウンターの上段ですね。荒賀選手の2点差がつきました。荒賀のカウンター上段の突きが決まって、これで3対1 2点差。残りは6秒、一発逆転を狙いたい。残り4秒、これまで優勝3回はありますが連続優勝はない荒賀龍太郎。攻める篠原に対してカウンターの荒賀、3点差、残り3秒、試合終了。2年連続4回目の優勝、荒賀龍太郎、初めて2年続けてこのタイトルを手にしました。こう連続優勝がないというのが不思議なくらいだったんですが、そうですね、なかなか難しいですよね、連続優勝というのは。実力を示した荒賀龍太郎、2年連続4回目の優勝を決めています。今年1年間振り返って、先にリードされることっていう試合が、何個かあって、そこから逆転することができていたので、まだ時間もあったので、余裕を持って、戦いに挑みました。